マレーネディ・トリヒは、ドイツ出身の女優、歌手。1920年代のバイマル共和国のドイツ、映画全盛期に花開き、1930年代からは、ハリウッド映画に出演、1950年代以降は、歌手としての活動が多かった。アメリカの負傷兵を見舞う1901年に、プロイセン王国、この絵警察士官の次女として、ベルリンで生まれる。 幼くして、父が病死、刑府も第一次世界大戦で戦死した。生活費を稼ぐため、酒場などで歌っていた。また、フランス語を独学で習得。18歳で、国立バイマル音楽学校に入学し、バイオリニストを目指すが、手首を痛めて、音楽家の道を断念した。1921年に、マックス・ラインハルトの演劇学校に入学、翌年には、 ナポレオンの弟で映画デビュー。1924年に助監督のルドルフ・ジーバーと結婚。同年12月には娘、マリアを出産後、ジーバーとは別居となる。夫はカトリックであり、離婚が認められていなかった。1930年、ベルリンの舞台に立っていたところを映画監督、ジョセフ・フォンスタンバーグに認められ、ドイツ映画祭初期のトーキー。 嘆きの天使に出演。大きく、弧を描く細い眉に象徴される、個性的かつ大敗的な美貌は、100万ドルの客船美と称えられ、加えて、セクシーな歌声で、国際的な名声を獲得した。同年、パラマウントに招かれて、アメリカ合衆国に渡り、ゲイリー・クーパーと共演した、モロッコで、ハリウッドデビュー、アカデミー主演女優賞にノミネートされた。 上海特急でスターの座を確立する。ユダヤ人監督スタンバーグとのコンビで黄金時代を築く。1935年のスペイン競争曲がヒットしなかったのを最後にスタンバーグ監督との講師にわたる関係を解消しばらく低迷する。当時のドイツの指導者であるアドルフ・ヒトラーはマレーネがお気に入りだったようでドイツに戻るように要請したが、 ナチス党を嫌ったマレーネはそれを断って、1939年にはアメリカの市民権を取得したため、ドイツではマレーネの映画は上映禁止となる。アメリカ軍への異問題二次世界大戦開戦後の1940年代に入ると、西部劇やブロードウェイの舞台にも立って活躍した。また、ドイツ軍の占領下のフランスからジャン・ギアバンも渡米しており、交際、やがて、 自由フランス軍にギャバンは志願したが、文通は続け、やがて不遼アルジェリアで再開した。第二次世界大戦中の1943年からは、アメリカ軍の嘘の一員として活動、アメリカ軍兵士の遺門に、ヨーロッパ各地をめぐり、ハンドイツの立場を明確にした。戦地で兵士が口ずさんでいた、リリー・マルレンを覚え、対読放送でも歌った。なお、 1944年には、バルジの戦い中のアルデンヌにおいて、アメリカ軍の慰問を行った際に吸収してきた、ドイツ軍に捕らえられそうになったが直前に、回避しことなきを得た。戦後、独ソ両軍による、市街戦で壊滅したベルリンで、奇跡的に母親と再会、その2ヶ月後に母は急死した。また、戦後しばらくパリで、ギャバンと暮らしたが次第に疎遠となり別れた。 第二次世界大戦中の功績により、アメリカからは1947年に大統領自由勲章、フランスからはレジオンドヌール勲章を授与された。1947年10月、フランスのシャンソン歌手エリット、ピアフのアメリカ公演中に出会い親友になる。若い女優の登場で映画出演の機会は減ったが、ラスベガスでのリサイタル依頼があり。 成功を収め1950年代からは歌手としての活動が多くなりアメリカ合衆国やヨーロッパを巡業。1958年からはバート・バカラックと組んでいる。1960年には念願の故郷ドイツでの講演を行った。マレーネは裏切り者と罵声を浴びせられながらも温かい艦隊も受けるという彼女に対するドイツ人の複雑な感情を見せつけられた。 1970年の大阪万博と1974年に来日してコンサートを行った。1976年、浮き名を流したジャン・ギアバンと夫を立て続けに亡くした。マレーネディ・トリヒの母名比1975年、オーストラリアでのコンサート中に足を骨折して活動を引退せざるを得なくなる。引退後はパリに陰性。引退から時期が経ってもファンレターは絶えず、 パリ市、マレーネディートリヒ様と書くだけで手紙が届いたという、引退後の姿は全く謎に包まれており、人々の興味の対象となった。ドイツの大衆紙、ビルトが、ある老女の写真を、現在のマレーネディートリヒだとスクープを出したことがあるが、彼女の親族によって否定された。それまで生まれたチベルリンを語ることはなかったが、1989年の、 ベルリンの壁崩壊の際には、いつになく興奮して、私は、喫水のベルリンっ子よ、素晴らしいは私の街は自由よと語ったという。1992年、パリパック、モンテーニ大通りの自宅で死去。死因は、肝臓と腎臓障害であったとされる。亡くなる前の12年間は寝たきりであったという。葬儀は、パリのマドレーヌ寺院で行われ。 その後以外がベルリンに移され、ベルリンでも葬儀が行われた。その以外は同年、彼女の望み通りベルリンの母の墓の横に葬られた。死後、ベルリン中心のポツダム広場に隣接した広場が、マレーネディトリヒ広場と命名された。2002年、ベルリン名誉市民となった。次元では、同時代映画人たちを、毒舌も交えて解雇している。 一度だけ組んだフリッツ・ラングには特に辛辣で、いかにもドイツ人らしい野心家と切り捨てている。ラングはユダヤ系のオーストリア人だが、同書ではユダヤ系もオーストリア生まれも区別なく、自らも含めてドイツ人らしいという形容を良い意味でも悪い意味でも多用している。本名はマリー・マグラレーネ・リー・トリヒであるが、彼女はファーストネームとミドルネームを合わせて一つとして、 現在よく知られている通称を自身で想像した。つまり、マリエ・マグダレンの太文字部分を合わせ、マレーネ・ディートリヒとした。第二次世界大戦開戦後アフリカ戦線で、敵味方両軍の間でブレイクした、リリー・マルレーンは、ララ・アンデルセンが最初にリリースしたものである。現在は、リリー・マーリーンとディートリヒの通称、マレーネと、スペルが若干異なるが、英語読みすると似た発音になる。 彼女はリリー・マーリーンとしてカバーして連合軍兵士を慰問した。日本ではリリー・マルレーンはマレーネのオリジナルとみなされているほどである。ありがとうございます。